松浦市営バス営業所は昭和バスも利用している松浦市営バスは長崎県松浦市高島町内において同市役所交通課が運行していた公営バス2006年1月1日に松浦市と北松浦郡高島町福島町の新設合併による松浦市が発足した際旧高島町が運行していた町営の高島バスを継承したこのため 高島島内のみの運行であり、合併前の旧松浦市域には路線はなかった。なお、合併前からの松浦市域においても2002年4月から市を運行したいとする廃止代替バスが運行を開始しており、新松浦市にも承継されたが、こちらは松浦観光バスへ運行業務を委託しており、市営バスとは別個に管理されている。 高島乗り合いタクシーの運行開始に伴い、2014年4月30日、限りで休止された。2014年3月31日時点の路線も、営業所を起点として、東内各方面に路線があった。詳細な運行案内は、外部リンクを参照のこと。2014年4月1日休止、2014年5月1日休止、2009年4月に、 高島非前大橋が開通したが、高島から九州本土へのバスは、大橋がつながる佐賀県北西部に路線を有する昭和バスが運行している。昭和バスの高島線は、松浦市営バス営業所を始発及び待機所とし、本土向けの始発便は、松浦市営バスの待合所で客扱いを行っていた。2014年4月1日に昭和バスの路線を、島北部の青浦、 モンゴル村方面へ延長し、代わりに、青浦、モンゴル村方面への路線が休止された。残りの路線は5月1日にすべて休止され、高島タクシーが運行する予約制のリアイタクシーに代替された。松浦市営交通事業の設置等に関する条例、平成26年5月1日から、高島のリアイタクシーの運行が始まります。松浦市営バス路線図。 時刻表、松浦市、総務省地方公営企業等、ありがとうございます。